はい、本日はですね、皆さんの1ヶ月の洋服代はいくらなのかというのを調査していきたいなというふうに思います。ということでね、以前ですねアンケートを取らせてもらったんですよ。皆さん洋服って1ヶ月にどれぐらい使ってますかと。で、まあそれってね、人の金銭事情やからね、あんま踏み込まん方がいいんちゃうとか、なんかちょっとやらしないって思うんやけども、ちょっと気になりますよね。そんな興味ないと言いつつもね、ここの動画をクリックしちゃってね、どれぐらいが普通なんて、まあチラチラ見たくなっちゃうとは思うんですけども、僕もね、興味ないとは言いながらもね、まあどんなもんなんですかというのをね、調査させていただきました。で、これね、僕が調査する前に面白いアンケートがあって、一般のね、会社の方が調査したアンケートでは、実は男性より女性の方が1ヶ月に使う洋服代多かったらしいんですよ。男性の方が多いイメージあるじゃないですか。結構洋服高いのって男性の方が高いイメージで、女性ってまあアクセサリーとかは高いけども、服はそんな高くないってイメージが僕勝手にあったんですけど、実は女性の方がね、やっぱりみんな、身だしなみというか、そう洋服とかにね、お金かけてるっていうことがあって、まあそれでもね、男性は平均取るとね、1万円ぐらいなんですけど、女性やったらね、1万3000円ぐらいやったっていう結果は出てたんですよ。とは言いながら、僕のチャンネルっていうのはほぼ女性いてない。でも男性ばっかりで、しかもなんやったら高価格帯のものをね、基本的にお好きな方が多いっていうことなんで、ちょっとまあ僕のチャンネルとはちゃうんちゃいますかということでね、今回は7800名の方にアンケートいただきました。今回なんかめちゃくちゃ数多い。いつもやったら大体4000名とか3000名ぐらいやねんけども、倍ぐらい多いということで、お金ってなった瞬間にね、皆さんちょっと興味ないふりはしてるんやけども、ちょっと覗いてみようかななんていうことでね、増えたんかなと思いますが、まあ今日の流れとしてはですね、アンケート機能でいただいた結果っていうのを発表していきます。だから1万円台の人はこれぐらいいてますよとか、1万円以下の人はこれぐらいいてましたよとか、逆に5万円以上の人はこんだけいてはりましたよとかっていうところをね、お話しさせていただこうと思っておりますので、早速1万円以下からどれぐらいの数の方がいらっしゃるのか、7800名中何名の方がいらっしゃるのかっていうのを発表していくんですが、まああくまでもね、これは季節によってだいぶ違うっていうのはね、もちろん分かってます。コメントでもいただいてね、これ時期によってだいぶ違いますよとか、年間通した方が良くないですかって言われたけど、年間通していくらとかってあんま数えたことないじゃないですか。だからそっちの方が余計分からなくなるなと思ったから、もう大体でいいんですよ。もう大体でこんなもんいいからね、行きたいなと思いますね。まずは1万円以下は何パーセントだったでしょうか。1ヶ月に使う洋服代1万円以下というのは 51% でした。まあ大体半分の方がね、1万円以下ですよということで、その人数にすると3972名、大体4000名ぐらいの方、8000名近くに募集いただいたら4000名ぐらいの方がね、まあ1万円以下でしたということで、この中にはその5000円とか6000円という人もいてれば、むしろ買いませんと、毎月買いませんという方もいらっしゃったんでね、0円っていう人も中にはいてはるとは思うんです。で、まあ買う時にね、グッてまとめて買うんだよっていう方もいらっしゃったり、逆にもういいものは買ってるから、あとはもう小物だけちょっと揃えていくから数千ぐらいしかかからへんねんっていう方もいらっしゃるかなと思うんですけど、まあおそらくね、ファストファッションを僕メインで扱ってるわけじゃないんで、ファストファッションばっかり買ってるって方はちょっと少ないかなと思うんですけども、まあなんかもう長く着ていく服はもう一通り揃っちゃったから、まあなんか備品揃えてますねんとかね、そういう方が多いんかなと思いますが、まあとりあえずね、半分の方がだいたい1万円以下、まあ一般的なサラリーマンって3万円ぐらいですよね、お小遣いでね。だからお小遣い3万円って考えたら、1万円洋服代に使って、1万円はまあタバコ代ですよね。でもう1万円で趣味するって考えたら、もうぴったりの使い方してるんでね、これぞザ日本の男性諸君というかね、お父さん連中というような感じの答えだと思うんですけど、まあそれが大多数でしたということで、次はね、1万円から2万円になります。要は1万円台の買い物されている方っていうのはこの割合です。 23%、 人数でいうと1800名ぐらいがね、1万円から2万円ぐらい使ってますよということで、まあ1万円から2万円使おうと思ったらですね、まあ時期にもよるとは思うんですけども、そんなにその窮屈な感じではないんかなと思うんですけど、実際問題、僕もね、教員時代って言ったらここら辺かなと思います。まあそんなに別になんていうのかな、こう我慢してるような生活でもないし、まあでもちょっと買おうかなと思うけど、高いやつはよう買われへんなぐらいのね、感覚で僕はずっと教員時代に給料日を待ってたんですけども、まあ、この1万から2万あるじゃないですか。 でさっき言った1万円以下あるじゃないですか。だから要は2万円以下っていうところでね、グッてまとめるだけでも大体80割くらいがいってるんですね。ほとんどがそこら辺っていうことなんですけども、逆にその残りの 20% っていう人もね、やっぱいてはるんですよ。でそれをね、今から見ていきたいなと思うんですが、その前にね、僕が好きなね、アニメがあるんですよ。それ何が、お小遣い万歳かな、なんかっていうアニメがあって、その少ないお小遣いの中で切り盛りしてやっていくっていうアニメがあるんですね。世の中のお父さんを描いてるって感じなんですけど、それがね、ちょっとおもろいんで、ぜひ見てみてください。まあ、小遣いあるあるみたいな感じでね、お弁当をいっぱい作っていくとか、あとバーベキューの時はいっぱい食べるとか、外で食べる時
はいっぱい食べとくとかね、なんかその生きる知恵が詰まってますので、まあそんな面白いかなと思うんですけども、次はね3万円の方の割合いきたいなと思います。1ヶ月3万円使ってまあまあ使いますよね。その割合っていうのが 11%、 人数にしてだいたい850名の方ということで、毎月3万円使うということは、まあ年間で考えたら40万円ぐらいは洋服代に使ってるということなんで、ここまで来てると結構小綺麗な格好されてはる方が多いと思うんですよ。もちろん2万円以下でも小綺麗な方はいっぱいいてはるんやけども、そのディスってるわけじゃないです、全然ディスってるわけじゃないんやけども、まあ、3万円毎月使ってますってなってきたら、まあ、40万年間使うから、まあ、ちゃんといいものにはちゃんと高いもんでも買うっていうような、ね、感じになってくるんかなと思うんですが、まあ、その方がね約1000名近くいてるってことで、ね、いかにも僕のチャンネルっぽい。ちなみに僕の、毎月の、副代っていうのはですね、まあ、仕事以外ね、仕事抜きでって考えるとほぼほぼゼロに等しいです。だから1万円以内に入ってるんですけど、あんまりね自分のプライベートの服買うことなくてね、まあ僕どっちかっていうと作るからね、自分で欲しい服は作っちゃうから買うことほぼないんですよ。だからまあまあだいたい5000円以内っていうか、もうほぼゼロですね。でゼロかむちゃくちゃあるかどっちかですね。たまにあのプライベートで結構高いもん買ったりするんで、もう使うときは使うけど使わんときはもう0円っていう感じなんで、まあ僕は多分1万円以下に入ると思うんですけど、3万円もね使えてはったらかなり十分かなと思うし、3万円使えてはるってことはお小遣いとかで考えたら5万とか6万ぐらいあるんかな。でそれ以外にやったらお小遣いじゃない方とかやったら、独身の方とかやったらね、3万円そんなもん全然使えますよと。わしは使い切ってなんぼやねんと、銀行口座の通帳限りなくゼロに近づけるのが俺の趣味やねんっていう方もいらっしゃると思うんで、ね、使うのが得意な方っていうのは、まあ、バンバンそういうのもあるかなと思うんですけど、なんか日本の世の中の上位 3% が年収1000万ぐらいなんですよね。だからまあそこに近い方とかやったら、まあありえるんかなと思うんですけども、それが3万円ぐらいと。次は3万から5万円。おこれは結構裕福ですね。これは正直我慢してる感覚ないと思うんですね、ここまで来ると洋服に。それが何かっていうと、何かじゃないわ、パーセントがね 7% でした。 7% もいてるんやっていうことで、人数にすると545名、500名以上の方が毎月3万から5万円は洋服にかけてますよと。こうなってくると、まあどこのセレクトショップ行ったり、どこで洋服買おうと思っても値段で諦めるってことは多分なくなってくる金額やと思うんですね。だいたい一点物って、まあ、3万5万って、まあ、高くてそんなもん、まあ、もちろん高いもんで20万ぐらいするジャケットとかもあったりするけども、まあ、基本的にはそんなにこう買えなくてうずうずするような金額ではないと思うんですけど、ここまでくると上位 15% になってくるからね、ほんま年収1000万ぐらいあったりとか、そうかもう思いっきり浪費タイプ消費タイプがどちらかにはなってくると思うんですけども、いいですよね。毎月3万から5万円もね自由に使えるお金があるってなったりしたらすごいなと思ったりするんですけども、そんな方が500名もいてるということでね、あっぱれでございますが、もっとあっぱれがいてる。次は5万円以上。おいおいおい、5万円毎月使ってんのと。で、なんやったら5万円以上やから、下手すれば10万使ってるかもしれんし、20万使ってるかもしれんし、僕一回教員の時に先輩の人がね、40何歳の人なんですけど、毎シーズン春、夏、秋、冬になったら新作で毎月20万使うっていう先生がおったんですね。で、それはあの、とあるあの、某ビームスっていうショップがあるんですけど、そこのセレクトショップに行って、毎シーズン20万円使うっていう先輩がいてたんですけど、その時先生会でもね、すごいな、あの人って言われてたけども、まあそのレベルですよね。で、ちなみにその先生はね、あの普通の教員になる前は私立の先生やってたんですよ。だからその時にがっぽりもらってるんですけどね、普通の公立の先生だとそんな買えませんけどね、まあ、 あのそういう私立の時の蓄えがあったみたいで、まあ車もね、あの高級会社に乗っておりましたわ、そんな先生は。はい。で、まあそんなことはどうでもいいんですけどね、あの何パーセントだったかっていうと、5万円以上使ってはる方っていうのが 8% いらっしゃいました。なので、この人数で言うと623名ですね。結構な数いてはりますよね。8000名にアンケートして600名ぐらいの方が毎月5万円以上使ってるよということで、上位 10% 近くになるんかな。これすごいなと思うんですけども、まあ使ってるからすごいとかね、使ってないからすごいとかそういうことじゃなくて、1万円以内でも年収何千万もある人もいてるかもしれんし、服にはそもそも興味ないっていう人もいてるとは思うんですけども、まあ5万円以上服にかけてるってことは絶対服好きじゃないですか。服好きじゃなくて5万円以上かけるやつ絶対おらんからね、めちゃくちゃ好きなんやろなと思うし、まあ、僕もね YouTube 用としてはね毎月30万ぐらいかけてるから、ここの部類に入ってはくると思うんですけど、まあ5万も使うんやったらね、はっきり言ってね、値段で悩むことはないですよね。パッと見て欲しいと思うか思わんかどっちかやから、欲しいと思うんやったらポチるし、欲しいと思わんやったらポチらへん。で服も買いに行っても、着てタグはもう値段あんま見ることないんやけども、鏡の前見て自分が合ってるかどうか見て、合ってないと思ったら安くても買わへんし、合ってると思ったら高くても買うっていう、多分ここのあの感覚になってくると思うんですね。まあなのでトータル的に見てくると、あの一般的なアンケートが女性が1万3000ぐらい買い張るっていうことは1ヶ月それぐらいだったと思うんですけど、僕のチャンネルで見るともうちょっと金額上がってくると思うんですね。もちろんゼロの方もいらっしゃったり、1万円以下で抑えてるっていう方もいらっしゃるんですけど、逆にその飛び越えてる人がね、5万円以上の人がどれぐらい使ってはるかわからないんですけど、結構使ってはる方は使ってはると思いますし、それこそ僕直接
お会いさせていただいた方とかで、やっぱりいい車乗ってはる方とか、いいものを持ってはる方とかもね、結構いらっしゃったりするんで、まあ本当にね、ちょっと僕にも恵んでほしいななんて思ったりもすることもあるんですけども、それぐらいね、あ、すごい稼いではるんやろうなとか、すごいお金持ってはるんやろうなみたいな方がいらっしゃるので、あ、もう本当にあっぱれでございます。世の中にはね、そういう人もすごいけど、多分その人らでもまだもっと上がおると思ってるから、上には上がおるからね、まあ自分の身の丈に合った買い物していきましょうということでね、今日はアンケート取らせてもらいました。だから1ヶ月の洋服代ということで、まあざっくり、まあ別に人と比べるとかじゃなくて、自分はこうやけども、別にそれやからってね、偉いとか偉くないとかそんな話じゃなくて、よその家はそうなってんねんなとか、あ、人の金銭価格でこうなってんねんなとか、あくまでもね、僕はそんな感じで見させてもらったんですけども、僕もこれからお小遣いが増えるように頑張っていきたいなと思う所存でございます。ということで本日はですね、1ヶ月の洋服代を視聴者さん8000名に聞いてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。